皆さん、こんにちは。宇佐市長の是永でございます。ご案内のとおり、現在、円安やウクライナ情勢等により、物価が高騰いたしております。宇佐市では、皆さんの生活を守るため、国の臨時交付金等を活用して、物価高騰対策を取りまとめました。6月議会で議決をいただきましたので、本日はそのポイントについてお知らせをいたします。1点目は子育て関連であります。学校給食費を無償化いたします。期間は令和4年度2学期3学期であります。この無償化によりまして、1人当たりの支援額は、小学生で3万600円、中学生の1年2年で3万4250円、中学校3年生は3万90円となります。予算額は約1億円を予定しております。2点目は市民事業者関連であります。まず、水道基本料金を免除いたします。期間は4ヶ月で、9月から12月の検針分が対象となります。そして対象は、個人事業者団体等すべての契約者が対象となります。標準家庭の場合、4ヶ月分で約5000円の免除となります。事業費は約9800万円を予定しております。続きまして、指定ごみ袋の値下げであります。期間は6ヶ月間で、今年の10月から来年の3月を予定してございます。45リットルの大きな袋につきましては30円が22円、20リットルの小さい方のごみ袋が22円が10円となります。これは可燃不燃物ともであります。事業費は約1400万円を予定してございます。ちなみに、これが45リットルの方ですね。そして、これが20リットルの小さい方のごみ袋となります。続きまして、プレミアム商品券であります。販売額につきましては、1冊1万円ですけども、その中に1000円券が13枚ついてございます。したがいまして、プレミアム率は30%となります。発行主体は宇佐商工会議所、宇佐良印商工会となります。販売時期につきましては、現在調整中ということでございます。詳細が定まりましたら、またご案内をしたいと思います。発行総額は約6億円となってございます。3点目は農林水産業関連であります。まず、園芸農家への支援でございます。園芸農家は大変厳しい状況に置かれてございます。園芸収入120万から1000万未満の農家につきましては、5万円を補助いたします。また、1000万以上の農家につきましては、10万円を上限に補助をいたします。事業費は約2700万円を予定してございます。続きまして、漁業者への支援であります。支援内容、大きく3つございます。1つ目は、漁業行使料の3分の2の補助であります。これは令和4年度の分ですね。2点目は、燃油料につきまして、1リットルにつき15円を補助いたします。これは7月から12月までの分となります。3つ目は、出荷資材費の2分の1を補助いたします。これは上限2万5000円とさせていただきます。これも期間は同じく7月から12月までとなってございます。事業費は約800万円を予定しております。続きまして、しいたけ栽培農家への支援であります。支援内容につきましては、まず対象者は宇佐市しいたけ栽培推進協議会の会員となります。種駒を3万駒以上購入し、すべて植えていることが条件となります。補助額は3万駒を超えた駒数の1株につき1円、1000駒を単位としまして、上限15万円とさせていただきます。事業費は約100万円を予定しております。最後に、このところ新型コロナは落ち着いておりますが、一方で連日猛暑が続いております。熱中症等に十分留意しながら、引き続き感染防止対策をお願いいたします。なお、宇佐市では今後とも物価動向等を睨みながら、必要な対策を取ってまいります。市政へのご理解とご協力、よろ
しくお願いをいたします。